鈴木隆人は、北海道苫小牧市出身の元アイスホッケー選手。ポジションはフォワード。元アイスホッケー日本代表首相。6歳で、アイスホッケーを始める。駒沢大学附属苫小牧高校3年生次の1994年1月に、開催された、全国高等学校アイスホッケー競技選手権。大会では4試合で9ゴール、3アシストの活躍で優勝に貢献。 1994年4月、東洋大学に進学。2年生次の大学リーグ戦で得点、アシスト、ポイントの3冠を獲得して優勝に貢献。日本学生表情競技選手権大会でも優勝。3年時はカナダのオーガスターナ大学に留学。1997年にはアイスホッケー、日本代表に選出され、11月に長野オリンピック。 日本代表選考のカナダキャンプに参加したが、練習試合で負傷したため、オリンピック日本代表には選出されなかった。大学卒業後の1998年4月、国土に入社。1998から99シーズンの日本、アイスホッケーリーグと全日本、アイスホッケー選手権大会で新人賞を受賞。日本代表にも1999年から、 毎年選ばれ続け、アイスホッケー世界選手権、アジア冬季競技大会、オリンピック予選などに出場した。2002年9月、アメリカイーストコーストホッケーリーグのシャーロットチェッカーズのトライアウトに合格して契約。開幕戦でハットトリックを達成するなど活躍し、イクルのオールスターゲームにも出場した。2003年4月に帰国して国土に復帰。 2004から05シーズンより、プロ契約選手となると同時に首相にも就任。2006から07シーズンより、国土は西部プリンスラビッツと解消。しかし、2008年12月に敗部が決定。西部のラストシーズンとなった2008から09シーズンは、ベストディフェンシブフォワードに選出された。プレーオフではファイナルに進出したが、日本選手クレインズに3勝4敗で敗れて、 ラストシーズンの優勝はならなかった。第7戦の第3ピリオド53-08-2自身が決めたゴールが西部プリンスウィッツの最後の得点となった。国土、西部では日本リーグ、アジアリーグ合わせて7度の優勝に貢献。2009年オフ、日光アイスバックスに移籍。加入2シーズン目の2010から1シーズンより首相を務め2011から12シーズンは チーム初のアジアリーグ準優勝に貢献。2012から13シーズンの11月に日光市で開催されたソチオリンピック予選には故障のため出場できなかった。同シーズン限りで現役を引退。2013年4月20日に日本代表として出場した2013年アイスホッケー世界選手権のハンガリー戦が現役選手としての最後の試合となった。日本リーグ アジアリーグレギュラーリーグ通算で576ポイント。日本代表では82試合に出場して20得点、28アシスト、計48ポイント。引退後は、東洋大学の監督に就任。2017年2月、日本代表 HC に就任。初の国際大会として、札幌アジア大会で指揮。2018年より、ブリングアップアイスホッケーアカデミーで、 小中高生選手を指導を行っている。同アカデミーでは指導者の育成も行っている。ありがとうございます。